はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日は最近買ったダイソーセリアのアイテムを厳選して紹介したいと思います。主に収納アイテムになっております。便利な活用法なども紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。はい、まずはダイソー、こちらのストックボックス300円商品なんですけど、10リットル入る 14.6cm×41×27.9cm の大きさのコンテナみたいなボックスですね。2つ購入してきました。こちらにはスノーブーツ、雪降ってるところに行かない限りは履かないので、このボックスに保管しておこうと思います。男性のブーツタイプの靴だとパンパンになっちゃうかもしれないけど、こんな感じでシューズがねぴったり入ります。で、こちらにウータンのスノーブーツ、トレッキングシューズ、これもめったに履かないのでここに収納します。入んないか、2足は入んないかな。子供の靴だったらこんな感じで2足ずつ入ります。こんな感じでテプラで、ちょっとこれ長すぎてガタガタしちゃってるし、1って入っちゃってるんだけど、まあまあまあこういうの気にしないから。使用頻度の少ない靴なので、下駄箱の収納というよりかはちょっと余裕のある収納場所に保管しておきます。ここが握りやすくなっているので持ち手があるのもすごく楽ですね。はい、続いてはこちらのコントローラースタンドというものを購入してみました。最近ウータンがスイッチでゲームをやるようになったんですけど、ここにリモコンを置いてるので、これをねこちらのスタンドですっきりとまとめていきたいと思います。この入れ物、この辺の家電に色がなじまないし、なんかすごく浮いてて逆にごちゃごちゃして見えちゃったので、ここは黒で統一かなと思って、フックがね2個あるんですよ。これをスタンドしたいものによってこのフックを引き出して使用します。リモコン、こんな感じです。続いてはトラベルケース、26cm×20cm×10cm、 ワイシャツが 2,3 枚入る収納目安となってます。これはウータンの学校のジャージとかを入れるケースがないなと思って、そのままカバンに入れていくよりかはこういうケースに入れた方がいいなと思ったので買いました。ピンクもあったかな。これに楽天で買ったアイロンでくっつけられるキラキラの、これをこことかにつけたら可愛いかなと思って買いました。あとお花とかクマちゃん、ハートもあった。つけてみたらめっちゃ可愛くなった。使わないときは折りたたんでちっちゃくしておけるので、あとは名前シール貼るだけ。あとこのねスパンゴールワッペンっていうのも売ってて、クマ、お花、さくらんぼで揃えたかったからちょうどいい。でも最初これ目玉焼きかと思っちゃった。はい、次はメッシュペンケース、2種類買ったんですけど、こちらがファスナーが2つ付いてるタイプ、前面に1つメインポケットも付いてるやつと、普通のノーマルタイプはこちらです。これね我が家で結構使ってる、これのグレーとかもあるんだけど今回は白にしました。これちょっとね後でセリアで購入したとあるものと一緒に使います。あと意外に知られてない傘のキャップ、持ち手の部分にこのシリコンをつけることで自分のっていう印にもなるんだけど、ここの部分を机とかに引っ掛ける時に滑り止めにもなるよっていう、あとこの先端につけることで立てかけた時に滑りづらくなるっていうシリコンキャップ、意外に知られてないけどめちゃめちゃ便利なアイテムです。そしてついに洗濯機の横のコードぐしゃぐしゃをちょっとどうにかしようかなと思って買ってみたのがこちら、コードチューブ、幅が11ミリタイプで束ねられる太さ、直径が11ミリから30ミリのものだったら一緒にまとめることができるアイテムです。はい、こんな感じでまとめてちょっとはねすっきりしたかなと思います。こう何本かの配線をまとめるのにすごく便利なアイテムです。あとはこれ初めて見ました、ワックスフッ素樹脂配合、ペタッと貼り付くお掃除スポンジ、洗面台用、蛇口の部分磨くとすごくピカピカになるみたいなんですよ。でいろんなサイズ感があって、これ一番ちっちゃいサイズのもの、気づいた時にさっとこすれるように鏡のところとかに貼っておこうと思います。おすごくない、これなんか触り心地はフェルトみたいな感じなんだけど、軽い力でめっちゃピカピカになるから、ここも傷つかないと思います。ちょっと細かいとこはやりにくいかな、けどすごいめっちゃ綺麗になる、不思議なぐらいパッパになります。もう何にも力入れてないし、サササササってやっただけなのにめっちゃチュルンチュルンになりました。これ感動的、激推しです。さすがに水垢はそんな綺麗な靴なのか、綺麗だった、ちょっと綺麗になったかも。すごいなこれ、鏡は鏡
があるからそれでいいかなと思って、今日からこの子も仲間入りです。あとこれ欲しかったの、メイクブラシを吊るして干せるブラシスタンド、スリーウェイですね。立てておくこともできるし、吊るして干すこともできる。ここはシリコンになってます。細い筆16本、太い筆4本、ちょうどいいですよね。 SNS で見つけてずっと欲しかったアイテムです。続いてはこちらのスタンちゃん、重ねられるスリムな卓上ゴミ箱、結構小さめで手のひら飛び出るぐらいの大きさ。デスクにゴミ箱がなくてこちらを購入してみました。これはマジックテープを貼りました。この蓋はいらないかもしれないな、このままでいいや。こういうメモした紙とか付箋とかゴミが出るので、ちょっとしたゴミ箱が欲しいなと思ってたのでちょうど良かったです。あと横幅が14センチ、高さが11センチのブックエンド、こちらはベッド横のティッシュの定位置を作るために購入したんだけど、じゅんたんが鼻炎持ちで常にティッシュをねすぐ取れるここに置いときたいみたいなので、こちらをマットの部分に差し込んでティッシュを引っ掛ける、寝ながらでもさっと取れるところに定位置を作りました。ティッシュの消耗が早いのでカバーもせず裸で使っております。全然収納アイテムとは関係ないんだけど、日本製の天然ラテックスっていうゴムの木からできたパフですね。すごいしっとりしてて柔らかい、ちょっと湿らせたみたいな、すごい良さそう。これ人気出そうなアイテムじゃない？続いてはセリアです。洗面所の収納を見直そうと思ってティッシュケース3つ購入しました。ここ本当はねお見せできないぐらいごちゃごちゃしてたんだけど、なんとかこれでこの2つがぴったり収まるサイズ感。ここに大好きなイプサとかファミュとかスキンケアのストックを入れておきました。でこう高さがあるのでこういうね大きめの洗顔料とかも入れれるんですよね。このね蓋は使ってないんです。でここにもう一つ置いて、さっきのダイソーのメッシュケース、こちらに使用頻度の低い美顔器たちを入れて、この2つがここにぴったり収まります。で旅行の時に使うパパの携帯用ウォシュレットとかその他付属品とかストックを入れてここにしまいます。こんな感じですっきりぴったり収納しておくことができました。続いてはこちらの薬味チューブケース、シングルの引っ掛けタイプです。今1個だけ使っちゃってて2個だけなんだけど3個入りです。耐荷重は 100g まで、1本ずつチューブを収納できるアイテムなんだけど別の用途で使います。こちら三面鏡裏の収納なんですけど、ここにはヘアケアアイテムを入れていて、こちらに1つ取り付けました。アホ毛を整えるマスカラみたいなヘアスティックなんですけど、毎日もう必需品でいつもあっちこっちに行っちゃって探すのが大変なので、これだけサッと取れるようにここに収納しておきます。ちなみにこちらのクリアの台もセリアで購入できます。こういうワックスとかは下に置いて上に短めのスプレータイプとかを重ねてスペースを有効活用する感じで使ってます。でもう一つはスパチュラ系をこういうところに置いちゃってたんですけど、ここに立てて収納しておきます。クリームを取る時のスパチュラとか、これは最近お気に入りのデュラメールのリップスクラブを専用のシリコンスパチュラで取ってマッサージをするんだけど、こういうの結構どっか行きがちじゃないですか。なのでここに定位置を作っておきます。で続いてはちょっと小さめの粘土ケースです。仕切り板がついてて3段階好きなところで仕切れるのがいいなと思って購入したんですけど、こちらは小学校入学準備でお名前スタンプを購入したので、そのスタンプケースにすごくぴったりなサイズなんじゃないかなと思って購入しました。続いては後残りせず何度でも貼って剥がせる洗剤ボトルホルダー、タイルガラスに吸着するタイプで耐荷重が 500g、 水切り穴もついてます。これは全く違う用途で使いますし、このフィルムは使いません。これは面ファスナーを使って三面鏡裏に2つ使ったんですけど、こちらに何があるかというと、私と主人のホームホワイトニングできるアイテムが2個ずつあって、で液体も同じ場所に収納してます。ここは全部美顔器系を収納してみます。下は充電器、本当はここにねスタンドしてたんだけど、コードとかもごちゃごちゃして嫌だったので、こちらでまとまりよく収納できたかなと思います。はい、あとこちらスクエアタイプでスッキリ収納、調味料ストッカー、ワイドタイプと高さが低い M サイズ、ハイタイプの L サイズ、この3サイズあるんだけど、シリーズで使うと高さがぴったり収まるよっていうアイテムです。
なんかもともとこれの丸いタイプはダイソー、セリア、キャンドゥにそれぞれあったんだけど、このスクエアタイプは今までなかったはず。スペースを無駄なく使えるので、こういうスッキリとカクカクしたスクエアタイプがすごく使いやすいなと思ってます。